うん今日海で負けた、海で負けたんか、かわいそうだな、僕ね、パチンコはね、でも最近もね、実はね、やるようにしてて、な、うんでこれやるようにしてるかっていうと、えーまあ、正直、ごめんなさい、えっとまあ、この生配信だから、ストレートに言うんですけど、仮想通貨で今、何億も何十億もやってるんで、パチンコのそう正直、その1万円、2万円、3万円とかっていうのは、まあ、僕にとってはね、今の僕にとっては、そんなに重要じゃないんです、それは。 でも、えっと、運の調整をするようにしていて、えー、運っていうのは、えー、っとみんな平等に来ると思うんですよ。でいい運っていうのは大事なときに来てほしいんですよね絶対。 皆さんもイメージできると思うんですけどいいことって絶対続かないじゃないですか悪いことがあっていいことが来ますよねいいことばっかりにほて一人もいないんですよだから僕は自分にとってそんなに重要じゃないところで、えー、と悪い運を使いたいんですよでそれがね一つパチンコに負けることなんですよ僕の中でこれごめん、ね、冗談じゃてマジで言ってるんですよでたまにねいいことが続いたりした時とかここは絶対いい運ポジティブな結果を残さないといけないって時にパチンコをね、えー、するようにしてますで、えー、と負けたら、えー、よかったなっていうそれは はね僕は運の調整って言ってるんですよ、うん、そこでパチンコで負けておけば次に、えー、いい 結果になるいい運が来る可能性が期待値がある上がるんじゃないかなって相対的に結構思ってて、えー、実際やってますでこれで本当にいいこと起きたりするんですよねでもしパチンコもねたまにね勝っちゃうじゃないですかでそういう時は知らない人にそのままあげちゃいます、うん、で僕は、えー、と必ず損をするようにしてますこれってなんだろうこれ冗談じゃなくてマジでやっててかなりね僕にとってはこれはもうスピリチュアルなことではなくてまおまじないみたいな願かけとしてね役に立ってますねこれは。はい、この間は北斗無双です、ねはい でちなみに今の夢はマリナとヘラヘラのマリナとパチンコ行くことなんですよなんかヘラヘラのマリナとさパチンコ行ったらさなんか昔のさ海物語でさ勝って人生変えた時のあの少年のような気持ちをね取り戻せるような、えー、気がしてるんだよねなんか本当にうんなんか思うんだよだからマリナにさ えとまあ、10万円までだったらさパチ代出してあげるからちょっと一緒に行きたいんだよねうんロールス・ロイスでさパチンコ屋さん行ってさ10万円まで持ってあげるからさ、うん、行こうよって誰か伝えといてくださいはい柴田,柴田さんは僕あんま知らないんでわかんないでどマリナと行くとなんか子供にの頃に戻れそうな気がするんですよなんかわかんないけどいつか行きたいですねはい でも大事ですよ運の調整は、うん、結構これ大事ですようんリンサオリんじゃダメなんですよサオリんじゃなんかダメなんですよサオリんじゃ昔に戻れないと思うんですよマリナだと昔に戻れる気がするうんはいまあだからパチンコも面白いですよねでもまあ僕はスロットずっとやってたんでね北斗の拳とか吉宗とかねすごい南国育ちとかやってましたねうん 吉宗、ね、懐かしいなうんまりナに惚れ,いや惚れてるっていうかでもヘラヘラの中ではサオリンがみんな可愛いって言うけど僕はマリナが一番可愛いと思いますよはいそうなんですよはいまあどうでもいいですよねはいそうですねはいえー、続いて。